はいどうも。スタン、青タン砂漠でフレンドリーリーグ、第3回戦目です。こちらマリガンなしでキープします。相手もマリガンなし。ファストセット。慣れちゃって撃たれる前に先に表示枠を出してますね。レイプトの調和で山をサーチ。土地タップインでインド。山セット。火花が10の子。島置いてインドです。レイク拠点セット。巨匠の方か。聖聖矢だったらエネ足りなくてパワー4で止めれたんだけどな。キバナがパンチ。パンプ1回目。さらにもう1回。全部使いますか。バウンスあれば面白かったけど、今回は霊気余裕。パワー4下げで我慢します。1点通って2エネ取られます。土地置いてインドです。レイキとの調和。土地ないんじゃなかろうかと不許可で打ち消し。道路の召使いが出て2エネ獲得。拠点で使ったので差し引きプラス1。2体パンチ。さらにパンプ、合計4点通ります。2エネ獲得で今3つ。引きが素晴らしいですね。育った木花がもらいます。幻惑の旋律。霊気余裕で地味にエネ獲得してるからもう一個パンプできますね。召使い2体目。2体パンチ、4点もらって残り11。アンタップ土地引けました。領事の帰還、スカイソブリン。エネ少ない時の巨匠は放置、召使い倒してマナを縛ります。殴らずエンドです。サクハクでソブリン破壊。十分仕事したので良いでしょう。相手そのままエンド。島置いて構えてエンド。キバナが殴っても良かったかもしれませんね。構えるならアズカンタ出した方がいい気もする。エンドに巨匠でソクター生成。ソクターパンチで1点もらいます。相手そのままエンド。
マナもったいないのでギアハルクを召喚します。使い方としてはイマイチです。やっぱアズカンタ設置が正解でしたね。戦場に出て一応不許可対象。索迫されていろいろ損してます。ここのプレイはイマイチでした。撃っても仕方ないので不許可そのままで。アズカンタを設置。構えてインドです。チャンドラは不許可します。ソクターに殴られ残り9。検閲は、相手マナ状態が渋いのでもらっときましょうか。再び構えてインド。エネ使い切って召使い起動できないので、検閲します。ソクターパンチで残り8。落として変身させようと思ったけど、ギアハルクはもらっといた方がいいかな。明らか怪しい牙長パンチ。索迫も垂れてると困るから殴らない方が良かったと思います。剣のままでイネ4に増加。先呪文で助かりました。ギアハルク召喚。マナないし剣越フラッシュバックで打ち消します。ソクターで残り7。守られた霊気泥棒は微妙。普通に引いちゃいましたけど、墓地肥やしと土地探しかねて落とした方が良かったかな。ギアハルクパンチ。遠くて相手残り13。構えてインドです。ソクターパンチで残り6。エンド前に霊気泥棒出しておきます。許可はさすがにもらうかな。次で詰めるために2体パンチ。霊気泥棒と不許可超えても1点足りないから返しではやられないと思う。蓄霊稲妻を霊気泥棒に。除去できないしエネ獲得用かな。通します。やっぱ3エネ獲得ですね。
両方通し、ダメ前に1回パンプ。8点与えます。相手残り5。エンド前に即ター生成。キバナガ召喚。不許可で打ち消します。ここで相手投了。さて、サイドです。多面層を増やして、霊気泥棒外して、バリスタ外して、否認を1枚入れて、この60枚で2本目いきます。後手、マリガンなしでキープ。相手もマリガンなし。土地タップイン。こちらも土地タップイン。土地置いて。展開なしでインド。コーナーやこっちのものです。土地置いてインド。ファストセット。相手展開なし。エンド前にヒエログリフサイクリング。島置いてインド。思考の石サーチモード。アド取るわけでもないし通します。霊気拠点セット。むさぼる死肉あさり。本質の産卵でカウンター。呪文貫き、そりゃダメだ。むさぼり通っちゃいました。貫きでテンポ取られると厳しいですね。戦場に出て墓地追放。ヒエログリフサイクリングしときます。土地タップインでインドです。ファストタップイン。むさぼりパンチ。ヒエログリフ追放してパンプ。4点もらいます。キバナガ銃は不許可でカウンター。打ち消せました。島置いて。一旦エンド。むさぼりアタック。不許可を追放。パンプして4-3。もらって残り12。
召使召喚。不許可します。土地を置いて構えてインドです。むさぼりパンチ。ヒエログリフを対象に追放誘発。スタックで本流の機械巨人。通ってヒエログリフ対象に誘発。ギアハルクはサクハクで除去。ヒエログリフフラッシュバック。通って2ドロー。追放対象がなくなったのでむさぼりは3位のまま。残りライフ9。土地タップイン。むさぼり対象に幻惑の旋律。これは否認で打ち消される。これでインドです。ファストタップイン。むさぼりパンチ。不許可追放。4点もらって残り5。チャンドラ召喚。プラス起動。唱えず追放で2点、残り3。エンドに検閲サイクリング。余害な応酬でむさぼりいただきます。本質の産卵構えてエンドです。ファストタップイン。チャンドラ起動でトップ追放。キバナが唱えず残り1。スカラベの神はカウンターします。なんとか持ちこたえました。チャンドラにむさぼりアタック。スカラベ追放して2点回復。3点与えてチャンドラ中精度3。土地を置いてインドです。チャンドラでトップ追放。打ち消さず投資。キバナが唱えず本体2点で再び残り1。手札からキバナが、ギアハルク召喚します。本質の産卵フラッシュバック。キバナがを打ち消し。こちらのターン。即戦闘。むさぼり本体、ギアハルクでチャンドラ。むさぼりで生物追放して2点回復。本体3点与えてチャンドラ落とします。相手ドロー号。エンド前に天才の片鱗。本質の産卵はもらいます。
検閲はボトムかな。2体パンチ。むさぼりで生物追放して2点回復。こちら残り5、8点通って相手残り9。構えてエンドです。ここで相手投了。対戦ありがとうございました。2、3ターン目に生物でなくて楽勝かと思ったら、貫きでむさぼり通って危なかったです。いろいろ噛み合ってギリギリなんとかなりました。